どうも、サトツルンチャンネルでございます。前回ですね、このイミデジの A5 Pro ね、はい、こちらをレビューさせて今やっていただいておりますけれどもね、もう走行やってるうちにね、早くもね、次の最新モデルが出ております。これがですね、イミデジの、フラッグシップに近いモデルになるのかな、イミデジ X というモデルでございます。はい、これがね、どんなものかって言ったらですね、8月26日の午後7時に発売するんですけれども、今回ね、初回はですね、記念セールということで発売されるそうです。はい、それがね、どのような特典があるのかっていうのはね、ちょっとまた後ほどご説明したいと思います。はい、ざっくり言いましてですね、まず Android OS が 9.0 を搭載。で、CPU の方が、Helio P60 ですね。これはね、確か、イミデジ F1 に積んでいるのと同じだから、決して目新しいものではないんですけれども、普段使いにはね、十分なスペックがあるんではないのかなというふうに思います。はい。で、あとね、メモリがね、なぜか 4GB。はい。このイミデジ A5 Pro と同じなんですね。これ、エントリーモデルだけど 4GB メモリ積んでるんだけども。それとね、同じメモリ数です。ただ CPU の方がね、同じメディアテックでも、Helio P61 は結構、スコアの高い CPU なんで、ゲームやったりとかね、そういったのにも十分対応できるんではないのかなというふうに思います。はい、で、ね、ストレージの方がかなりでかいです。128GB を搭載してますね。これね、人によってはね、マイクロ SD カードを外付けで、いらないかもしれないですね。僕ら YouTuber はね、今もう 512GB とか普通に入れてますけれども、一般の使用用途であればね、128GB あれば相当使えるんじゃないかなと思いますね。はい。でですね、まずはディスプレイサイズの方ですね。このね、A5 Pro っていうのも、結構画面でかいんですけども、こちらはね、6.35 インチ。でね、有機 EL ディスプレイをね、搭載してますので、かなりね、画面の方が綺麗なんじゃないかなと思いますね。で、比率の方が、ちょっと特殊でですね、19.35:9 と。いうことになってます。だから割とスリムデザインになるのかなというふうにね思いますね。で、あとね、やっぱりカメラがね、この A5 Pro もトリプルレンズカメラ使ってますけれども、このイミデジ X では、まず一つはこの上にね、ボケ感を出すためのこのレンズがついてて、ここにメインカメラ。48メガピクセルですよ。すごくないですか。4800万画素ってこと？やばいっすよね。で、ここにはですね、120度の超広角レンズを搭載しているということになってます。で、やっぱりね、これくらい画素数があると、ズーム撮影とかがね、結構使いやすいんじゃないかなと思います。もちろんね、デジタルズームにはなるんですが、4800万画素あれば、デジタルズームを使ってもね、結構使えるような感じになるんじゃないかなと思います。僕なんかね、今回ちょっとロケね、はい。県外ロケ行ったけど、結構ね、ズームを使う機会があってね、やっぱりね、ズーム性能の高いやつが欲しいなと思ってたんだけど、そういう使い方する方なんかは、イミデジ X なんかはうってつけのモデルじゃないかなと思います。はい。他にもですね、インカメラなんかも、こちらの、インカメラ、はい。自撮りするときなんかはこっち使うと思うんだけどね。そちらもですね、ボケ感のある撮影ができるということです。こちら、ポートレートモードを使えば可能だということでございます。それからですね、ウルトラライトモードを搭載。僕最近、伊香保温泉の動画を出したんですけれどもね、ナイトドライブ。あの時にね、その機能があったらよかったなと思って、夜間撮影もね、かなり強くなってるということなんで、このあたりもね、イミデジ X 楽しみだなと思いますね。で、他にもね、美肌効果なんかもついてるし、はい、カメラの性能に関してはね、ちょっとこれ、期待できるんじゃないかなと思います。はい。あとね、バッテリーの話をすると、4150mAh のバッテリーを積んでるということですね。はい。この A5 Pro もね、同じぐらいの容量を積んでおります。めちゃくちゃ持つね。ほんとマジで持つ。これすごいなと思った。今回僕今出張中だけども、出張期間中ね、
まあ、バッグに入れたまんまさ、外に移動してるからさ、充電しないわけですよ。で、まあ、朝出発するときに充電して、はい、持ってって、まあ、ちょっと撮影して、はい、宿に帰りましたって言っても、バッテリーがね、どうだろう、70% ぐらい残ってるのかな。だから相当持つなと思って。で、まあ、もちろんハードに使ったわけじゃないんだけども、もしね、例えばそのカーナビに使ったりとか、撮影に使ったりとか。で、まあ、そういう時にさ、やっぱり充電器差しながら使うっていうのが当たり前なんだけど、今ほら暑いでしょ、夏だから暑い。充電しながら使う時は、まあ、熱暴走も心配なんだけども、まあ、これでもね、熱暴走強い。車に積んで撮ったけどね、全然耐えるんだけども、おそらくね、イミデジ X もね、その辺のところはね、期待できるんじゃないかなというふうに思っております。はい。まあ、そんな感じかな。うん、他にもね、やっぱバッテリーがでかいんで、18W の急速充電に対応してます。これも本当ね、あっという間に充電終わる。バッテリーでかいんだけどね、前買ったやつもね、バッテリーでかいモデル買ったけどさ、やっぱ時間がかかるんだよね。その辺がね、やっぱりね、ちゃんと対策されてるっていうのがね、やっぱすごいですね。で、あとね、まあ一応ね、NFC っていうのかな、なんかまあお財布携帯的な使い方もうできるようなことを書いておりますが、まあ、これね、おそらく日本は対応してないような気がするね。気がする。うん。まあ、ちょっとその辺はね、あんまり、なんとかペイとかね、現金決済とか、あとはなんだろう、お財布携帯とか、なんだろう、電車で使ったりとか、そういったのには使えないかも。はい。はい。あとはですね、ここがね、ちょっと一つ残念ポイントなんだけど、SIM カードが、SIM カードスロットが2個だけなんですよ。すなわち、マイクロ SD との配達利用になってます。これはね、ちゃんと、まあ、トリフル SIM スロットになったんだけど、残念ながら UMDX はね、2つスロットなんですよ。そこはちょっとね、気になるところ。やっぱね、SIM カード2つ、ね、デュアル SIM、デュアルスタンバイにしてさ、で、マイクロ SD カード別途入れて、ストレージも拡大したい。まあ、そういう使い方ができればね、最強だったんだけど、残念ながら UMDX は、まあ、2スロット。だから、1つの SIM と、まあ、マイクロ SD かな。うん。まあ、もしくは、2つとも SIM カード入れる。まあね、どういう使い方になるかは、まあ、皆さん次第なんだけれども、うん、ただですね、まあ、先ほども言ったように、本体1人が 128GB もありますから、まずね、ほとんどの方はこれくらいで対応できるんじゃないかなと思います。まあ、あとはクラウドストレージもありますからね、まあ、Google フォトとか使ってね、そちらに上げてもらえれば、まあ、128あれば、まあ、足りると思いますよ。はい。でですね、あともう一つこれですね。これね、マイクロ SD、あ、ごめんなさい、ここね、ポート、USB ポート、はい。こちらが、ちょっとね、情報がざわついております。一応ですね、このなんで 3D のこの図面では、マイクロ SD ポートになって、マイクロ USB ポートになったんだけど、なぜかね、充電器のケーブルが USB Type-C っていう表記になってるんですよ。まあ、多分 Type-C だと思うけどね。まあ、一応 UMDJX はちょっと一応上位機種に当たるんで、まあ、おそらくこれは Type-C であろうと。ちょっとこの辺はっきりはしてませんけれど、ね。はい、多分そうかな、うん、ちょっとユミデジさんに後からまた確認取ってみます。はい、そうそう、だからこの動画もね、ユミデジさんの側のご協力で、まあ、作ってる、いわゆるその何で案件企画なんだけど、まあ案件とはいえね、まあ、ある程度ちょっと、まあ、言いたいことは結構言ってるからね、ユミデジさんごめんなさいね。はい、はい、そんな感じ。あとね、大事なところがお値段ね。今回のスマホはちょっとね、一つまあすげえ特徴があってね。はい、これ。指紋認証ね。これほら、指紋認証、ここについてるでしょ、ここ。はい。ここじゃなくて、いよいよね、画面の中にソフトウェアで指紋認証がつくようになっております。ここがね、一つ、まあ、革新的なポイント。OPPO がもう採用してるのかな。あと、Apple が、将来やろうかなっていうふうに言ってたんだけども、まあ、ユミデジがね、まあ、アプリよりも先にやっちゃうっていうものになってます。それがね、ついてる。まあ、だから画面の指紋認証はまあどんな感じかなっていうところも、まあちょっと楽しみではありますけれども、気になるお値段。ね。これはね、アメリカドルの価格なんだけど、249.99 ドルというふうになってます。
だから日本円でね、2万6000円ぐらいかな、でも今円高になったから2万5000円ぐらいかもしれない、はい、まあ、それくらいの金額になってます。まあ安いよね、うん、これだけのスペックでこの値段っていうのはさ、まあ出せないでしょ。ユミデジさんに何を伝えてくれって言われたかというとね、ああ、これが大事だった。これが大事。今、キャンペーンやってんだって。U-POD っていうの、U-POD っていうの、まあ、Bluetooth イヤホンを、まあ、充電する機械。はい。こちらがですね、この購入先着1000人の方には無料でつきますよということ。で、これを逃してもね、1万人までは、9.99US ドル、だから日本円で1050円でこの Bluetooth イヤホンのこの U-POD ってやつ、その他ですねプレゼントキャンペーンっていうのもありますね、このユミデジ X をもうあなたにプレゼントするよという方ね、はい、まあこういうのもやってます、はい、これはね、まあ、あの新機種ユミデジが、まああのね、新機種発売すると、まあ、大体やってるんだけど、これはまあね、YouTube チャンネルに登録したり、Twitter フォローしたり、まあ、カートに入れたりすることで、20人だったかな、当選者が確か、うん、って言ってたと思う。あ、でもちょっとまあ詳しくは見てください。それぐらいだったと思いますね。まあ、プレゼントキャンペーンもやってますから、まあ、興味のある方ね、応募してみてはいかがでしょうか。はい、その辺のリンク、全部貼っておきます。ね、ここの方にね、よろしければご覧になってください。はい、というわけで、今回は、ユミデジ、テンが発売するよ、そしてね、プレゼントキャンペーンもやってるよと、いうことでね、動画にしてみました。まあ、今後ね、なんていうのかな、今ね、まあ、ちょっと中国系のメーカー、はい、僕が大好きなね、今このバライトツリーで撮ってますけども、まあ、そちらのね、あのメーカーさんが、今ちょっとね、将来、不透明どうなっていくのかっていうのがね、ちょっとまあ不安。なのでね、まあ、それに代わるブランドはちょっとね、今弱いなっていうところ、まあもちろんそのサムスンとかね、エクスペリアとか、あとはまあ iPhone とかあるけど、まあ僕がね、欲しいのはね、やっぱりこの、なんていうのかな、まあ、格安スマホと呼ばれるものはね、やっぱり興味がある、うん。でもね、ちょっとその辺が弱い中、今ね、ユミデジ、ここがね、やっぱちょっと注目株だと思うんだよね。で、実際に今回ね、この A5 Pro、使ってますけど、まあ結構いい。まあびっくりした。この値段1万3000円でここまでのことができるから、まあおそらくね、このユミデジ X、それからまあ他にもあの F1 とか MAX とかあるけど、ちょっとね、期待できるんじゃないかなと思います。僕はね、MAX 系でこれまで失敗してきてますから、失敗してきてるけど、ユミデジ MAX、ウルトラだったっけ、ユミデジパワーだった、これ間違えた。パワーだ、パワー。ユミデジパワーとかね、ありますから、その辺もね、今後使っていければなというふうにね、ちょっと思っております。はい、もしね